三連休パス三連休パスは、東日本旅客鉄道が発売していた、期間指定で、JR 東日本全線と JR 北海道線一部区間、東北地方、関東地方、静岡県の一部第三セクター線が乗り放題となる特別企画乗車券である。2009年度をもって販売を終了し、2010年度からスリーデイパスの発売が始まることになった。 555フリーキップ 553D エースキップ JR 東日本はウィークエンドフリーキップや親子スーパーパスを廃止する際それまでゴールデンウィークや休み期間中に発売していた55フリーキップを普通車指定席の利用を可能にして新たに55サンデーズフリーキップとして販売を開始した2001年に3連休パスに名称を変更した 2009年度をもって発売を終了し、3リデパスにとって変わることとなった。一時期は金曜から月曜までの連続する3日間であれば、金、月曜日が平日であっても使用できたが、その方元に戻り、毎年7月から次の年の3月までの次のようなケースの日に限って販売していた。夏季も対象となることがあった。当初は何回でも、 指定券を発行することができたが、乗車予定のない列車への座席指定をするユーザーが続出したため、指定券の発行を4個列車までに制限した。フリーエリアも拡大する傾向にあり、2004年から岩手銀河鉄道線、青い森鉄道線、津軽海峡線、北越急行線が追加され、2005年から伊豆急行線、2009年から三陸鉄道線、 富士急行線もフリー区間に加わった。指定券発行回数が4回までのため、使用者が極力全席指定席である、早手、小町の乗車時に指定券を発行する傾向にあり、山彦や在来線特急の自由席が混雑していると指摘する利用者もいる。また、登場時に比べフリー区間が広くなった分、設定金額も高くなったため、 東北方面から東京往復をするだけのような、工程では割高になるケースが多くなり、3連休での利用を促していると言える。2007年度以降、普通車指定席が4回利用可能な普通車用のみが発売されており、大人、中高生、小児で価格設定がされている。以前は先に加え、グリーン車指定席が4回利用可能なグリーン車用が発売されており、価格は 大人が3万円、小児が9000円だった。2008年度から一部の駅の指定席券売機での購入、座席指定ができるようになった。それに伴い、券売機でも指定席発行回数の印字が可能なように、左下の指定券発行欄がスタンプ方式ではなく、発行ごとに赤いが印字される方式に変更された。東海道新幹線や蒸気以外の鉄道会社は、 利用できない。特急、急行、普通列車の普通車自由席が乗り降り自由となる。あらかじめ指定を受けることにより、3連休、パスは普通車の指定席を4回まで利用できるでは、クリーン車も含めて指定席を4回まで利用できた。ただし、指定席を5回以上利用する場合、または事前に指定を受けずに指定席を利用した場合は、運賃の未有効となり、別に、 特急料金、グリーン料金等が必要となる。普通列車のグリーン車自由席、ホームライナー、新会社、個室、富士山特急の展望席などを利用する場合は、運賃のみ有効で別に特別料金券が必要となる。立席特急券の発行を受けて、新会社を利用することは可能だが、この場合は指定を受けるのと同様の扱いとなり1回に数えられる。 なお、3連休、パスに限り、普通列車のグリーン車自由席が乗り放題となっていた。3連休パスは自動改札機に通すことができ、本県と新幹線指定券を重ねて、改札機に投入することで、車内改札が省略される。2009年7月から2010年3月までは、駅レンタカーの S クラスが1日2000円、2日4000円、3日6000円で、 利用できた。早手号の森岡八戸間と小町号の森岡秋田の立席の利用は1回として数えない。ただし、この区間を超えて早手号、小町号を利用する場合は指定席発見の回数として数えられる。東北新幹線八戸延伸1周年を記念して2003年12月1日から25日有効の 早手1一周年記念パスが発売された。フリーエリアは JR 東日本全線と津軽海峡線、中小国函館館。また JR 北海道の窓口でも発売された。ありがとうございます。